先ほどまでは、4つのアングルからの、映像を、まあ、スイッチングして、まあ、コンテンツを作るということで進めてきましたけれども、実際にカメラの台数、まあ、あとカメラマンの、数がですね、限定される場合に、まあ、今ご覧いただいているような固定のアングルで、まあ、コンテンツを作っていただく場合っていうのも、まあ、多々あろうかと思います。そんな時ですね、このコネクテッドカムスタジオと、JVC の PTZ カメラ、こちらの組み合わせでですね、まあ、アングルのメモリーを使うことで、まあ、また、アングルのバリエーションを、増やすことができる、まあ、いうことなので、一つですね、PTZ のカメラも、システムの方に盛り込んでもらうと、まあ、より、面白い映像、まあ、新しいカットなどを盛り込むことができて、楽しい制作ができるんじゃないかと思います。まあ、実際にですね、アングルの切り替えのところ、ちょっとご覧いただこうと思います。まあ、実況の席が、まあ、映っているといった中でですね、はい、ここで、ポジションの方を呼び、あらかじめ、メモリしてあったポジションを呼び出してみます。まあ、1つ目のポジション、こんなような形ですね。でまた2つ目のポジション、まあ、こういった感じですね。はい、まあ、この辺のアングルを組み合わせて使うことで、映像の方をですね、カメラマンがいなくても、まあ、いくつかのアングルを抑えることができますので、そのあたりもですね、ぜひシステムに盛り込んでもらって、まあ、いろいろなですね、プロダクションに生かしてもらえればいいなというふうに思います。